今それこそ鈴木さんはロシアのエージェントじゃないかとかですね、まあ、いろんなこと言われてるんですけれども、ただ一方でやっぱりロシアは今回ウクライナに国際法を破って一方的に侵略した、まあ、どんな理由があるにせよそれはやっぱり絶対やっちゃいけないし、民主主義社会が許しちゃいけないことだと思うんですが、それでもなおロシアにはロシアの言い分があると言い続ける、これはどうなんですかね。国際法違反だと言われましたね。じゃあ皆さん振り返ってアメリカのアフガン攻撃、これも国際法違反ですよ。イラク戦争、これも国際法違反ですよ。ユーゴスラビア無差別爆撃したアメリカのあの攻撃も国際法違反ですよ。アメリカがやったことは国際法違反じゃないと言って、ロシアのやったことは国際法違反だというのは正しくないと思ってるんです。